はい、どうもパーカーです。今回は僕のね、1日日曜日バージョンをお送りします。まあ別に土曜日も日曜日もそんな大して変わんないんですけど、今日はいろいろスターバーとか行く可能性高いですから起きます。はい、今起きたんがね、9時でしたね。今ちょっと遅いっちゃ遅いんですけど、今から朝ごはん作ります。今日ね、結構テスト期間が迫ってきてて、レポートとかね、宿題とかそういうのテスト勉強もあるし、なかなかね、頭を使わなきゃいけないってことでね、ちょっとタンパク質じゃない、炭水化物をね、補給します。で、まあ今日の予定をざっくり話すと、スターバックスに行くっていう、それしかないんですけれども、うん、それじゃあね、準備万端ということで行ってけようと思います。今日何飲もうかとか全く考えてないんですけど、なんか新作がね、出てるみたいな、そういうね、小耳に挟んだんで、なんか視聴者の方から、それをね、ちょっと狙ってみてもいいかなというふうに思うんですけれども、はい、行ってきます。基本的にね、スタバって土日絶対いっぱいなんですけれども、まあ僕はね、長年の研究結果によってね、土日でも空いてるスターバックスっていうのをね、ついに発見いたしました。本当もうパンドラの箱を開けた勢いなんですけれども、ここでね、過ごしたいなというふうに思います。黒豆きなこ豆乳のマフィンの店内でお過ごしですか？はい、これがね、僕の今日のお昼ご飯ですね。朝ご飯に食パン食べて、で、昼にマフィン食べるして、なんかもうほんと穀物太郎みたいな感じになってるんですけれども、まあ僕、今日はお昼ご飯はね、まあ少なめでね、まあ集中、なんか食べ過ぎたらね、最近全然ね、集中力発揮できなくて、ただただもうだらけてしまって、そういう状況になりかねませんから、今日はね、ちょっと頑張りたいなというふうに思います。それからね、これが新作のやつですね。チョコレートの飲み物だそうで、まあ、僕結構ホワイトチョコレート好きなんでね、まあ僕にぴったりというやつですね。はい、それからね、最大のミッションのレポートをやるんですけど、なんか僕の動画結構過去見返したらね、なんか常にレポートやってますよね。うん、どんだけね、仕事が遅いんだっていうような話で困ってるんですけれども、まあでもね、このレポートの遅さっていうのは将来のね、こう仕事の遅さにつながりますから、で、横の人のドリンク見たらね、なんかトーテムポール買ってくれでかかったんですけれども、すごいですね。いや、かれこれね、もう4時間くらいね、スターバックスでいろいろ作業させていただきました。実はね、この横に無印良品があるんですよ、ね、これね。結構食べ物売ってるんですよ、無印良品って。僕買ったことないんですけど、せっかくね、この横にあるので買ってみようかなというふうに思います。これがね、今日の僕の晩ご飯となると思うんですけれども、まず入ったらバームクーヘン大量にありましたね。こんないっぱいいるかと思って、多分無印良品の人、おやつバームクーヘンしかこんなに存在してないと思ってるんかってくらいね、もうこう、どこもかしこもバームクーヘン状態です。んでね、これカレーとかもありましたね。まあ、僕はあいにくね、歯の矯正してるからなかなかカレーっていうのは食べられないんだけど、このグリーンカレーとかすごい美味しそうですね。自分では作れなさそうだし。ようやくね、今家帰ってきたんですけれども、やっぱりね、ここが一番落ち着くっていうかね、リラックスはできますね。で、何を買ったかっていう話なんですけど、このね、ロコモコ丼って皆さん知ってますか？ハンバーグと卵をね、ご飯の上に乗っける丼ぶりってやつなんですけど、これがね、多分200円くらいで買えたんで、これちょっと食べたいと思います。無印良品のご飯、多分みんなはあんま食べたことない人が多いんじゃないかなと思って、僕も初めてですけどね、やってみます。じゃあね、そろそろ温まったかなというふうに思うんで、これね、取り出して、一旦この辺を置いときます。よいしょ。んでね、このお湯ちょっともったいないからね、もうこの辺でね、熱湯消毒しておきます。今まで洗ってなかった食べ物で。今からね、これ書いてある通りね、目玉焼きをね、乗せなければいけないんですよ。まあ、目玉焼き程度ならね、僕ももう一瞬でね、できちゃうぞっていう話ではあるんですけれども、よいしょ。ここにね、パカッと、あー、失礼したな。いい感じでこれ温まってるね。これを、開けて、この上に乗せればいいのかな。おぉ、なんかソース出てきた。それは豆腐か。こんな感じで今、目玉焼きが焼けたんですけれども、これをね、結構グラコでかけてきてるんですけど、乗せればいいわけですよ。はい、それじゃあね、運命の目玉焼き投げね。もうこれ完全に逆方向行ってしまったんですけれども、まあこういう風にひっくり返してやれば証拠隠滅ということでね、まあ若干黄身が割れてしまったっていうのがね、まあたまに傷なんですけれども、こういう風にちょっとずつ中身出してやることで美味しさをアップということです。はい、それじゃあね、このすごい完成品のね、ロコモコ丼、めちゃくちゃ美味しそうでしょ、これ。いただきたいなというふうに思います。卵もね、こんな感じでもうちょっと潰しちゃって黄身を。で、いい感じでトロッとね、こうハンバーグと一緒に混ぜてあげればいいわけです。うん。うまっ。これ美味しいわ。うん。ほんとこのデミグラスソースがね、めちゃくちゃ美味しい。もう洋食の王というわけなんですけれども。うん。目玉焼きが美味しい。これもう速攻卵なくなっちゃったね。どうしよう。うん。卵ちょっと追加するか。ただ今からね、目玉焼き作るのも結構めんどくさいんで。次は生卵を落とします、ここに。うん。うおー、なんか飛んできた。次はね、この生卵を落とすというわけで、こんな感じですね。よいしょ。まあ、こんな感じでね、このロコモコの前例をね、破っていくわけなんですけれども、いや、これはこれで、ね、また美味しそうですけどね。うん。うまい。